はい、こんにちは。今日は2022年の12月の18日になりました。ここはですね、見覚えもございますね。札幌駅、駅前の地下歩道空間、いわゆる地下歩の区画でございます。12月18日、もう1週間もしますとクリスマスになりますのでですね、結構冬も深まっている感じで、こういういかにも冬だなという感じ。こちら後ろはミレドですね。上のあたりに出ると、赤レンガ庁舎とかそのぐらいのあたりにございます。今はすすきの方面に向かって歩いているところです。札幌中心部の冬の風物詩といえばですね、こう大通公園のイルミネーションですが、このクリスマス前の時期はですね、特に、ドイツミュンヘン市と友好都市である札幌市がドイツの本場のクリスマスマーケットのようなものをですね、実際にやってるわけでございます。まあ言うならば普通に東京でやってるようなクリスマスマーケットが、北海道でもありますよという感じです。まあでも東京のクリスマスマーケットは雪降らないですけどですね、札幌こちらはですね、真っ白でございますので、またちょっと違った本場の、ヨーロッパのクリスマスだなという感じ味わえるんじゃないでしょうか。ホワイトクリスマスでございます。あと1週間こちらの方ですね、今日は、一緒に見ていこうと思っております。今日はですね、なかなか強い寒波が来ましてですね、外の気温はマイナス7度ほどになってますが、地下鉄の大通駅、こちら左から出ましょうね。寒いですけれども、なんとか頑張ってですね、見ていきましょう。札幌冬はですね、地下にたくさん人がいますけど、地上はですね、本当に空いてるんですよ。ビルばっかなのに人全然いないっていう、ね、なんか変なことが起きてるんですが、そのわけはただいまお見せしたように、地下にですね、たくさん人がいるというわけです。札幌駅からすすきの駅まで全く外気に触れずにですね、行けてしまうのがすごいところですね。出ると目の前が大通公園ということでございます。お、キラキラとしてますね。札幌の冬のイルミネーション素晴らしい。気温計はマイナス5度を指しています。こちら側を向きますとテレビ塔ですね。おなじみの素晴らしく洗練された大通公園の景色でございます。現在時刻は17時51分。人の手もですね、かなり多い時間帯でして、親子連れ、カップル、またお年寄りの方もですね、あと外国人の姿もだいぶ増えましたね。いろんな人がこのイルミネーションとこの寒さ、そして雪をですね、楽しんでいるようでございます。札幌駅から伸びる目抜き通り、こちらは白を基調としたキラキラとしたイルミネーション。そして先ほどの逆側、テレビ塔から逆側ですね、こちら側を向きますと青を基調としたイルミネーションがお出迎えしてくれます。綺麗ですね。クリスマスマーケットは逆側です。テレビ塔の方なんですけれども、まあ、せっかくならば全貌をお見せしようということでですね、まずはこっち側です。去年までの2年間はですね、コロナで縮小とか短縮とかそんなばっかやってましたが、今回はですね、本来の札幌のクリスマス、この姿をお見せできることを大変嬉しく思います。いやすごいですね。なかなか一人で入るのもあんま喋るようなとこでもないので黙ってますね。雪が反射して非常に明るいですね。まるで本当にお昼のようです。この後ろからテレビ塔側を見るとこんな感じになります。これが一番綺麗に見える映り方かもしれません。あっちの方に向かってですね、クリスマスイチの方ですね、ようやくですが、一緒に見に行こうと思います。もう一回同じ交差点を渡って、左側方角でいったら西側ですね、進んでいきます。あんまり一人で来るようなところでもないですけれども、街全体が浮かれてる感じがしてですね、非常に楽しい気分になるところでございます。あちらに見えている、区画ですね、テレビ塔の手前のところ、あちらがクリスマスマーケットの会場でございます。嫌に人が多いなと思いましたらですね、今日は日曜日です。いや学生やってるとですね、結構曜日感覚あるようでなくなっちゃったりするんですね。
うわ、日曜日か。まあまあ、いいでしょう。ちょうど来週の日曜日が25日、クリスマス本番です。メリークリスマスでございます。いや、楽しい楽しい。いいですね。札幌のクリスマスです。いやー、明るいな。すごいすごい。欧州風の小屋が並んでますね。それぞれが雑貨屋さんなんでしょうか。うお、すごいな。赤、緑、白、クリスマス一色でございます。すごい、すごい人だ。これが中心でしょうか。クリスマス市 in 札幌と書いてあります。すごいですね。いい雰囲気だ。こちらより一層人が賑わっているところ、食べ物も飲み物もですね、いろいろ売ってます。クリスマスマーケットといえばのドイツビール、そして、ソーセージ、ホットワイン以外にもですね、北海道ならではのものがたくさんありますね。こちらも食べ物の区画ですね。さすが北海道、ジンギスカンの串、タコザンギ、ターキーレッグ、いろいろありますね。いちご大福、いちご飴、半分お祭りみたいな感じです。いいですね、皆さん思い思いに楽しんでおります。こちらも雑貨の価格、かわいいですね。時折外国人の店員さんも見えます。クリスマス飾りでしょうか。こちらはお人形さん、ろうそく、ランタン。いやー、いい季節ですね。冬かわいい。サンタさんもいました。いますね。何か買いましょう。ココアかホットチョコレートか何か買ってまいります。ホットチョコレートを一つお願いします。はい、400円になります。すごい混んでるし、バカほど寒いですね、はあ、後ろがあそこですね。ちょっと出てきました。うん、ココアとちょっと違って美味しいですわ。滞在時間20分ぐらいですけど、結構限界ですね。もう寒い。食べ終わった食器はちゃんと変化器台がありますのでですね、そこに返しましょうね。はい、返してまいりました。店員さんも寒そうですね。さっさと退散しましょう。あったかいところにですね行きましょう。あまりにも寒い。じゃレベルが違う、やっぱり北海道は。 でも楽しかったです。先ほど一緒に見た札幌のホワイトクリスマスイルミネーション、ちょっと暗くなっちゃいましたけれど、着きましたね。それを一緒に見ながら札幌駅の方までもう一度戻っていこうと思います。今日日曜日、明日月曜日ですが、実は、北海道3泊しましてですね、今日が最終日でございます。空港に行く前にちょっと時間がありましたので、こんなことやってみたんですけれども、いや、やっぱり北海道いいとこですね。北海道に本当に結構最近住みたいなって思ってきてますので、大学2年生が終わりますが、そろそろ将来を考える時期でもございます。そんなこともまあまあまあありますよって感じですね。20歳になりました。こちらで右に折れます。奥の突き当たりが JR の札幌駅でございます。12月も間もなく下旬に入ろうというところですけれども、札幌の積雪もですねだいぶ増えましたね。昨日の夜の、
降雪でいよいよ積雪30センチを突破したようでございます。もう寝雪にはなってますね。これから札幌の街から雪が消えるのは3ヶ月そんぐらい先かなになると思います。長い札幌の冬、北海道の冬、いよいよ始まったなといった感じがいたします。ご視聴いただきありがとうございました。大通公園ぜひ、ね、行ってみてくださいね。チャンネル登録よろしくお願いいたします。後ろが、大通りです。